いやー、最近、マジ寒くね、本当に。今日ね、朝の気温、寒くて、あまりにも寒くて調べたんですけど、なんか7度とか8度だったんで、9度かな。でも1桁いったんで、やばいっすよね。まあ、10、もう12月なんだから当たり前じゃんって思うかもしんないけど、いや、なんかまだ正直、なんか秋の感じを抜けきれてないんで、いや、もうマジの冬来たな、みたいな、に思ってますね、最近。いや、もう本当に、寒いの、苦手なんで、いやもう早く終わってほしいですわ。夏のが全然いいですね。もう、暑いのは服脱げばいいだけなんで。いやーもう着込むのもだるいしさ、本当に。あと朝ね、自転車で最寄り駅まで行くんですけど、学校行くために。もうその時もさ、手袋ないからまあ寒いね。で、かといってさ、手袋も安いさ、布の網目のやつだったら全く意味ないからさ。いや、本当にどうしようと思ってますね。買わないといけないわ、手袋。はい、ということで、まあ今回もね、まあ今日、最近見た夢ということで、まあ私またね、LINE キープに保存して、一応ね、忘れないために保存してるんですけど、まあ忘れてるのもありますかね。まあもう当然だから。でもね、割と覚えてる方が、多いかな、今回は。一応忘れた方だけ先に言いますけど、小学校に高校の友達が集まるが、なぜか俺だけ先、あ、これも覚えてるわ。すみません、忘れてませんでした。私服サングラスで浮く。でもなぜか乗り遅れたっていう。はい。なんか私服サングラスで、みんな制服なのに私服サングラスで生きて、ノリノリだったっていう。しょうもない 夢見てますね。あとね、はい。おじいちゃんが人殺しでチャリを逃げる。おじいちゃんが人を殺してね、まあチャリで逃げると。まあまずこの時点でやばいんですけど、続いて、俺も協力すると。共犯者になってます、俺。で、気づいたら友達も合流してサイクリングなのか、追いかけられてた人に見つかって夢を終わると。はい、ということで。まあ、逃げてたんですけど、最終的に友達と合流して、サイクリングとなってで、なんか、ウェイウェイと、お前元気みたいになってるんですけど、結局見つかってやべえってなって終わりましたね。はい、これは結構覚えてます。割とね、追いかけられる系の夢見ましたけど、見てますけど、よく。いやもう怖いよね、追いかけられる系の夢は。はい、で次、大学でショッピングモールで合コンみたいなイベントが開かれる。気になってる女子と一緒に回ることになる。もう最近さ、なんか先週もなんかこんなみたいに、こんな感じのさ、夢見紹介してたもん。なんか俺が性欲強すぎるんじゃないのかっていうのが露呈しちゃって恥ずかしいっすね。はい。で、楽しむ。気づいたらはぐれる。トイレに行くけど、便器の中にウジ虫が大量にいました。話題になり、レビューが荒れると。そういうことでね。レビューは多分あれですね。大学ショッピングモールですね。ショッピングモールのレビューが荒れるとですね。なぜに急にさ、女の子と一緒に回ってるのを楽しんでから、いきなりトイレに行ったら便器の中ウジ虫っていうね、緩急えぐいな。いやー、ウジ虫はね、いや、生で見たウジ虫は多分1回しかないかもしれない。小4ぐらいで、学年で、ね、魚共通して飼ってたんですけど、その魚の死体に、ウジ虫湧いてて、やばいやばいやばいみたいにみんななってました。結構臭かったの。一匹、数匹のウジ虫であんな臭かったんで、マジで、戦時中とかやばかったんじゃないかなと思ってますね。はい。次、これちょっと長編のやつが2つできましたね。俺と誰かが野原に放り込まれると。まあ、そこには、馬2頭しかなく、大きな岩の近くに上位種の馬がいた。そういうことですね。まあ、俺は最初なんか、まあ、そこまで、ステータス高くない馬に乗ってたんですけど、まあ、大きな岩があって、その近くに上位種の馬がいたんで、まあ、そこに乗りたいと。そんな状況ですね。で、ババアの化け物から ババアの化け物って面白いよな。ちょっとイメージはね、ちょっと、俺、ビジュアルちょっとうっすら覚えてるんですけど、シャルティアのゾンビ化、シャルティアっていうオーバーロードのキャラクターがいるんですけど、シャルティアのゾンビ化だっけ？吸血鬼か、ヴァンパイア化な？ヴァンパイア化に似たような見た目でした。の、その、そんなようなババアの化け物から、馬を使って逃げるか、柵があって逃げるのを諦めると。そう、結局上位種の方に乗れたんですけど、柵があって逃げれねえじゃんってなって、でもなんかね、いきなり野原だったのに、なぜか急に周りがね、住宅街になってたんで、それで全力を出して、ここにやばいやつがいますよーって言ったんですけど、まあ早朝なんで反応なしと。はい。で、チーンって感じですね。チーンって感じです。まあそれで夢終わりましたかね。はい。ということで。では続いての夢なんですけど、まあこれね、同じ日に見た夢なんですね。なんかちょっと時間空けてまた別の夢を見出したのかな。舞台は富士壺スポーツクラブ。なんかこれスプラトゥーンのステージですね。で、まあ俺はクラブラを使用していたと。マジでスプラトゥーンすぎる。で、俺以外死にまくって1対1の状況になりまくるが、俺無双して敵壊滅するっていうね。まあここまではマジでスプラトゥーンをただやってるだけの夢なんですけど。で、なぜか後半柔道みたいな技を使って相手の顔面を叩きつけたと。えぐい音がして相手出血っていうね。で、その、
叩きつけたの俺か誰かなんですけど、いきなりコナンの元太が犯人になって大人とトーキングして終わるっていうね。コナンのさ、元太の飛び火がえぐいよな。全く関係ないのに銃だろみたいな技使って相手の顔面に地面叩きつけたののせいがコナンの元太っていうね、もう同情を禁じ得なかったですね、これは。はい、ということで、いや今回はね、ちょっと今週見た夢はなんか割と面白かった夢、まあ怖い系の夢もあったっすけど、まあ割とだから なんだろうな、怖い系の夢の方が多いかな、どっちかっていうと。いやでもまあ割と記憶にも残るぐらい、まあ面白かった夢のような気がしますね。はい、ということで、それでは本編どうぞ。あれ加えるよ。はい、皆さん改めまして、エリックです。ということで、今回なんですけど、今回はね、パーソナリティいます。もうサムネに分かってると思うんですけど、はい、前回ワムーさんが来たんですけど、まあ今回はね、この方です。ということで、やったぞーニャンチューだなー、よろしくだなー、ということで、ニャンチューさんよろしくお願いします。よろしくだなーですね、はい、ニャンチューが、来てくださいました。私口のラジオに、まあ、ラジオのね、まあ、ニャンチューの声優が変わったらしいので、まあ、声がもう昔の方かもしれないんですけども、それちょっとご了承お願いしますということで、まあ、早速ね、まあ今週のお題、ね、前回のお題が、まず起きてすることと言いにくいけどやめてほしいことっていうことで、まあね、お便りは来なかったんでお礼の方ね、簡単に紹介してすると、うん、まあね、前朝起きてすること YouTube をはしごしちゃうって言ったんですけど、まあそれに続いてね、ね、二度寝しちゃうっていうね、もうあるあるすぎますけど、あー、この時間にアラームセットして起きたんですけど、あー、まだ5分寝れるっしょと思って気づいたら10分とか、まあさすがに20分以上二度寝することは休日とかじゃないとないですけど、平日とかね、平日とかも一発ですくって起きてないですかね。で、起きたとしても頭ぼーっとして、それからちょっと YouTube 開いてみたいな、メガネつけるまでね、本当に寝たつ気分なんですよね。僕目悪いんでメガネつけてるんですけど、これ分かる人いるかな、メガネあるあるかもしんないんだけど、メガネつけるまで起きた気分にならないみたいな、うん。で、あと、ね、逆に言いにくいけどやめてほしいことなんですけど、これはね、まあ一番パッと思いついたのは、まあ一緒に遊んでる時に、まあ、スマホをよく見るやつですかね。まあたまにならいいんですけど、いやなんかつまんねえってなりますね、本当に。あとイヤホンしてるやつも俺無理だな、マジで。んお前話聞けよって思っちゃいますね、本当に。俺だってイヤホンしてよって思っちゃいます。俺、まあ、イヤホン俺もよく音楽聞くんで大事ですけど、なんでこいつに今イヤホンしてんのって思っちゃいますね。うん、なんで、まあ、俺もね、逆に俺が嫌なんで、自分も遊ぶときには気をつけてますね。極力、まあ、調べる、物事を調べるときとかしか、スマホ使ってないですから、あと写真撮るとか、そんぐらいしかスマホ出して使ってないですね。なんかデータであるらしいんですけど、スマホを机の上に置いてるだけでもなんか、相手の注意力下がってみたいな、なんか気になっちゃうみたいな、データがね、どことの研究所で言われてるらしいので、うん、まあちょっと、ね、そこら辺も参考に。他に皆さんありますかね、パッと思いついたのはそんぐらいなんですけど、スマホをよく見るやつぐらいで。何なんですかね、人と友達と話してる時にイヤホンして聞き入ってんのかな、マジで。あれマジでやられたらうざいしさ、何がしたいのって思っちゃいますね。はい、ということで、次が、今日今週は何の日ということで、まあちょっとね、あんまり今回はなんか面白いそうな日がなかったですね。まあちょっとニャンチューさん、この唯一の日をね、紹介してもらえればなと思います。12月6日日曜日 ET の日ということで、この日が過ぎて大丈夫ですか、ニャンチューさん。大丈夫だな。この日が ET の日ですね。ET っていう有名な ET の日ですね。はい、これが何なんだろうね。なんか確かだけど、まあなんか初めて公開されたみたいな感じだった気がします。まあ ET は俺でね、有名な割に見てないですね。まあ普通になんか興味ないわってなって、俺は見てないですね。まあ ET しか知らない人です。なんなら本編で ET ってやってるシーンないらしいっすね。なんか噂で聞いたんですけど。はい、ということで、まあ、最近思った悲しかった悩みなんですけど、パソコンやめない、パソコンも言えないぐらいの滑舌になってしまった。パソコンがね、お釈迦になりました。お釈迦って、ね、死んだってことですね。もうっていうのも、もう火曜日かな、
パピーが使った後からもう Google Chrome がマジで起動しなくて、もうなんかパソコンずっと画面真っ暗みたいな、真っ暗じゃなくてホーム画面起動しても Chrome も出てきて、うわーやっと開けるってなっても Chrome を押した瞬間画面固まるみたいな、もうそれの繰り返し、もう3日間ぐらいこれなんで、大学の課題もできないわ、本当にパソコンで YouTube 見れないわ、本当に苦労してますね、本当にね、マジで最近このパソコンスペッククソ悪いんじゃないかと思ってきますね。今ももちろん起動してるんですけど、今まで通りフリーズして使えんし、本当にねこのパソコンがおしゃかになるのマジで嫌ですね。もうなんか日に日に自分のノートパソコンが欲しくなりましたかね。この今スマホアプリで編集してるアプリがキネマスターって言うんですけど、このキネマスターがね、なんか来年の4月ぐらいかな、なんか価格改定が行われるんですよね。で価格改定、買えるのはいいんですよ。でも聞いてくださいよ、今まで1年が2300とか2100円ぐらいだったんですよ、1年でね、1年でそんぐらいだったんですけど、次から1年で1万6000円って、いやお前インフレえぐいだろって思っちゃいますよマジで。これは本当にやばい、だから8倍だよ8倍。今までさ、まあ100円、なんだろう、年で100円だったのが800円になりますとかならさまだいいけど、2000円から8倍はやばない、本当に。1万6000円とか誰が払うのって思いますよね。いや俺もちょっとこの編集アプリしかまだいいの見つけられてないんで、ちょっと他のいい編集アプリがあったなら、まあ、そっちに絶対移行しますけど、もしないのならもうワンチャン課金するかもしれないですね。ただいやにしてもひどいよね、1万6000円でこのくっそ薄いね内容の、もう言っちゃえばね、1万6000円のアプリの価値ありますかって言ったら、正直クソアプリでしかないのになんでこれで1万6000円なのって思いますね、本当にやばいよね。でなんなら俺無課金じゃないんで、わからないんですけど、なんかレビュー見る感じ無課金だとロゴが表示されるんですよね、キネマスターっていう、なんかそのロゴがなんかだんだんどんどんでかくなってて、さらになんか濃くなってるみたいな、ほんと鬱陶しいからやめてくれよみたいなこと言われてるのに、さらに値上げするっていう、やばいよな運営ちょっと運営への愚痴が止まらないんですけど、いや本当にやばくない、2000円から1万6000円だよ、これ本当にちょっと許せません、誠に遺憾です。いや本当にね、案の定レビューの評価もどんどん下がってますね。昔とかはさ、レビューのあの Google ストアの話ですよ、 4.2 とかは待ったような記憶なんですけど、今は 3.7 とかですかね、本当にそんぐらい荒れてますマジで。いやもう本当に運営反省してほしいですよね。なんなら今ね最近えぐいんですけど、容量がねやばいんだよね。昔だったら3時間の動画編集しても300メガとかなんですけど、今ねなんかイラストとかで、まあ普通に1時間とか編集することよくあるんですけど、それ編集するだけでも多い時容量さ、スマホの容量15ギガとか食うんですよ。やばいよね、そんなにゴミ容量食うわけでもないのに、ただねカットしてるだけなの、イラストのいらない部分を、書いてる時のねいらない部分カットしてるだけなのに、もう15ギガぐらい取るんですよね。もうわけわかんないマジ俺で、それをね、あの問い合わせしてもなんか全然改善しねえし、そんなね対応のくせにで価格8倍値上げするとはマジでいい度胸してんなということでね。今日マジでやばいよね本当に。いや本当にちょっとやばい、評価 2.5 ぐらいもないよ本当に、あのアプリが、ちょっと本当にキネマスター今からやる人はお勧めしないです。俺は昔からやってるんで、今使ってるって感じですね。はい、ということで、あとね、あと X マッチで持ち目が下がるっていうね、まあ、これスプラトゥーンの話なんですけど、もうスプラトゥーンしか話してねえな俺スプラトゥーンでレート戦が追加されたんですよね。でまあ内部レートみたいなのがあるっぽくて、まあ、上手い人は上手い人と当たって、下手な人は下手な人と当たるんですけど、そうね、僕は2の頃がまあそんなに上手くなくて、腕前 X 行ったのがエリアだけだったし、それ以外はエスプラとかだったんですよね。でも最終的になんかめっちゃ負けて A 体とかまで落ちたんで、もうそんな上手くないんですけど、まあそしたらね、その2の内部データを引き継いでるっぽくて、だから上手い人はね、その上手い人同士で上がるんで、なんか3勝2敗でも X パー2500とかなるんですけど、俺エリアとかで4勝1敗なのに2100ポイントとか、いやマジちょっとやる気失せましたね。いやさすがにさ、なんかそんな弱いやつだとしかやらせないのどうなんて思っちゃいましたね。だからなんだろうな、 3勝2敗しただけなのに、上手い人だったら2500なんですよ。でも俺そこは3勝2敗しただけなのに、もうなんか1980とかポイントになって、いやもうこれこっから上げんのだるすぎだろうと思って、なんかライブレートシステムもちょっとなんかイラってきますよね。なんか
なんか2の頃から成長してるんですよ、俺は。成長して上手くなってるのに、なんかそれをし、そのパワー見ると、あれまた変わってないんじゃないのみたいな。この3ヶ月のさ、3に費やした時間無駄だったんじゃねえのって思っちゃうぐらい萎えたんで。いやーもう本当になんか、もう3の内部レートにしてほしいですよね。内部レートにすんのはいいけど、2の内部レートでずっと考え続けるのはマジでやめてほしいですよ。それが俺の不満点です。ということで。まあ、逆に、まあ、嬉しかったことっていうと、まあ、このツバのゲームが来たということで、これはね、嬉しいですね。もう予約してたんですけど、このツバのゲームが、発売されたんで、これずつちょっとね、動画にしようと思ってるんですけど、まだ編集はしてないって感じですね。うん。いや、本当にね、特典とかもめっちゃあって、もう飽きてて楽しすぎ笑ったって感じでしたね、本当に。まだゲームは、スプラトゥーンの方でやっちゃってて、やってないんですけど、まぁ、ちょっとスイッチのゲームなんでね、まぁ、土日どっちかでやって、やりだしたら多分ハマると思うんで、やろうかなと思います。まぁ、全クリはしたいかな、まずはね、そんな感じですかね。まぁ、ちょっとスプラトゥーンも落ち着いたんで、ちょっと段落ね、ちょっとやろうかなと思ったら、本当にこれが嬉しかったですね。あとね、学校の体育で、まあ、テニスがやってるんですよ、今、大学でね。まあ、徐々に、ほんの徐々にですよ、もうサーブなんで入る確率、ペアワークなんですけど、8分の1とかで、もうや8分の1球しかサーブ入らないぐらいのゴミカスですけど、いやでもね、ちょっとずつね、なんか楽しくなってきて、面白くなってきてますかね。本当に、まあ、それが嬉しかったことかな。体育がね、楽しいのは嬉しいことですからね。はい、ということで。あとね、今前回プログラミングやべえみたいなことで、プログラミングテストあるんすよみたいな話したんですけど、まあ、それのね、プログラミングのテストでね、かますということで、いやーもうね、過去問をね、あったんですけど、プログラミングの。もうそこのね、記述だったんで、記述とコードなんですけど、もうそこに山を張ってたんですけど、記述の方はね、まあ山当たってたのが7割ぐらいかな。まあ、ちょっとさすがにちょっと、ね、山張ってたのと違う以外の、違うのも、まあ、記述で出たけど、割と山張ってたの出てくれたんで、いやもう本当に良かったですね。おかげで0点回避したのが、マジで嬉しすぎました。1学期の中間テスト、俺、プログラミング0点だったんで、いや本当にマジで良かったですね。あとね、コードの方も、まあ、さすがに前頭はできなかったですけど、まあ、割と耐えたんで、いやまあね、良かったんじゃないかなと思いますね。逆にプログラミングできる人たちは、なんかプログラム、もう手書きだったんで、それがきつくて、思ったより伸びなかったって言ってたんで、なんか割と周りの友達が、プログラミングできるね。なんで逆、これはね、プログラミングできねえやつからしたら、差がでかくならなかったんで、これはでけえなって思いましたね、本当に。もうなおさらテンションマックスもないです、本当に。はい、ということで。まあそんな感じですかね、はい、ということで。で、まあ、続いてのコーナーが、最近見ているアニメということで、これをね、見てます。まあ、今、主軸に見てるのが、魔法科高校の劣等生というわけで、いやーね、これはね、なんだっけ、見る流れってやったのが、友達との話で、帰りね、今なんか、学園ものハマったみたいな、やっぱおもろいよなんて、学園ものと異世界ってマジおもろいわと思って、影の実力者に会いたくてってのがハマって、そんな話してたんですけど、でそれでね、なんかいいのあるみたいな、でなんか友達が魔法科で高校の劣等生っていう、ああそれなんか俺前から聞いてたんだよねみたいな、まあ、ちょっと興味あったんで、まあ、それで見てみたんですけど、まあ、なんだろう、今んとこもうクソおもろいやべえみたいな、ドハマりしてるわみたいにはなってないですけど、まあおもろいかなって感じで、まあ見続けてるって感じですかね。なんか体育祭とかが一番今んとこ面白かったですかね、うん、あとね、劣等生っていう割に主人公が劣等生じゃ全然ないんで、なんだろうな、ノリがあれなんですよね、ようこそ実力主義の教室へみたいな、実力至上主義言うてね、実力至上主義の教室へっていうアニメ、あいつです、綾小路さん綾小路と、まあノリが同じ感じですかね。下倉にもう放り込まれている、実はそいつすげえやつだったみたいな、そんな感じで、もう主人公が本当に強くて、ただね、主人公と妹がシスコンブラコンエグいってのが毎回おもろいっすかね。なんか見てるこっちも恥ずかしいよってなってくるぐらい、うん、なんかどうやら兄はね、なんか妹への思いしか
残されてないんで、シスコになってたみたいなことが示唆されてたんですけど、まあそれならまあ納得できんけど、まあにしてもブラコンすげえなと思いましたね。はい、ということで、まあね、なんか一応見ますけど、なんか思ったより長いね、本当に。今週の水星の魔女と、まあいうことで、水星の魔女ね、まあ、なんだろう、先週の盛り上がりがくて、今回ちょっと尻つぼみ感を感じましたけど、まあなんだろうな、物語がさ、なんか始まる前兆みたいなのを感じて、まあ面白かったっすかね。うん、まあなんか水星の魔女今一番俺、面白いと思ってるし、注目してるっていうか、まあ一番好きなんですよ、今やってるアニメで。いやーまあね、ちょっとそろそろ戦闘シーンも恋しくなってきたんで、もう次ぐらい戦わなくてもいいから、なんかモビルスーツ出してくれると嬉しいかなと思ってますね。まああとね、なんかお母さんがどんどんなきゃ本性を表してきているんで、まあそれがちょっと見てて思うんですかね。あとね、グエルが、経験でね、なんかいじめにあってて、なんかなんだこいつらって思いましたね、あれは。ね、シャディクがそこ助けて、あ、こいついいやつやなと思ったら、なんか逆にガンダムを取ろうとしてて、やっぱ悪いやつやんってなって、いや、もう怖いですね。もうガンダムとね、スレッタちゃんの敵が多すぎるのが本当にかわいそうすぎるんだよ、マジで、本当に。あとなんだろうな、その7話の話なんだけど、まあ、ミオミオのね、あの活躍も良かったよね。なんか、モイルスーツで活躍できないから、ああいう演説とかでスレッタを積極的にサポートする役目になるのは本当にかっこよかったし、あれがマジで熱かった。本当に。最高やんってなりました。まあ、そういうね、なんか熱かったのを求めてたのかもしれないから、なんか8話はちょっと本当、尻つぼみ感を感じたっすけど、いや、まあね、なんか笑えたのもあったんで良かったですもんね。なんか株式会社ガンダムの PV が、マジでなんか学園祭のクオリティみたいなので良かったですね、本当に。で、なんか、まあ、考察系の YouTuber がね、スレッタっていう主人公がガンダムに取り込まれて死にますみたいなところ考察してて、いやーマジそうなのはなってほしくないなって思いながら、もう最近は見てますからね、本当に。おかんが怖すぎるんですよね、主人公の。で、続いて、ボッチザロック。なんかトレンドにもなったらしいですね、ボッチザロック。俺ね、これ結構、これをきっかけにね、ボッチアニメにまたハマり出したと言っても過言ではないですかね、本当に。本当におもれいなと思いながら見てますね。なんか、ボッチザロックの、なんか、神回って言われると、神回って言われて見てたんで、なんか、どこが神回なんだろうってずっと探しながらちょっと見ちゃったのがちょっと残念でしたかね。言われなくて、もうずっとタラタラ見てたら、わ、おもれーってなってたのかもしれないですけど、まあ、そこがちょっと残念かなって思いましたね。うん、いやー、でもね、まあ、いや、神回、いやー、どこなんだろうね。あの、神回って言われる、ゆえんがさ、ちょっとどこが、はっきりと分からんけど、そこ、まあ、多分なんですけど、俺的に良かったなと思うのが、なんか、タイトル回収したんですよね。なんか、主人公、ボッチちゃんの、ボッチちゃんあだ名なんですけど、ボッチちゃんの曲聴かせてよね、みたいな。ボッチザロックをって言って、確か終わったんですけど、まあ、多分それが神回のゆえんだと思うんですけど、まあ、あれ良かったっすよね。まあ、進撃の巨人みたいな感じの、進撃の巨人を思い出しましたね。あの、エレンがさ、なんだろう。自由を求めて進み続ける巨人みたいなこと言って、進撃の巨人だみたいなこと言って、確かなんか言うシーンやるじゃないですか、そこでタイトル回収みたいな。いや、本当にタイトル回収ね、やっぱしてくれるって、してくると思ってなかったんで、よかったっすかね。あとなんか、ボッチちゃんが、あのね、引き出したのが、バチクソかっこよかったですね。周りがちょっとやっぱ緊張だったり、まあ、始めたてのルーキーなんで、周りからはさ、辛口評価で、何あのバンド知らないみたいな、やっぱ、あんま良くないねみたいな演奏みたいなこと言われて、やばいみたいな、いつも通りの本領出せないしみたいになってる雰囲気の中、人前で発表することが苦手なボッチちゃんが、なんかそのね、あの雰囲気変えてさ、自分の世界に入ってギター弾き出すのは、もうあのエンペラータイム展開してんのはマジでかっこよかったですね。あれちょっと惚れちゃいましたね。ボッチちゃんバカにできねえってなりますわ、あれは本当に。まあ、そこがね良かったですかね、ボッチゼロック。まあ、次の話もね、まあ、期待ですかね、本当に。なんかあの雰囲気とか大好きなんでね、ちょっと、もう割とね、水星の魔女と並んでぐらいね、本当に、なんか楽しみにしてますかね、はい、ということで。逆に続いてね、まあ、最近の話題、時事ネタということで、じゃちょっと、なんちゅうさんにね、読んでもらおうかなということで。イーロン・マスクは、ツイッターを買収公式バークに800円を発表あ
やべ、ゲロ、ゲロ吐きそうになっちゃった。すいません、ニャンチューに申し訳ないけど、ゲロ吐きそうになっちゃった、今一瞬。ということで、公式マークで800円ほどかかるということで、まあ、イーロン・マスクがね、ツイッター買収して、もう今なんか、いろいろ世界が騒いでるよね、本当に。で、ツイッターを買収ってどんだけ金かかったんだよって感じですよね。もうえぐいよね、Google 買収とかそんぐらいのレベルだよね。マジ、てかツイッター買収するメリットが俺はあんまりよくわかってないですけど。で、ツイッター買収、確かにイーロン・マスクのフォロワーが、1億いってたんですよね。やばいよね。フォロワー1億ってどういうことと思いましたね。あ、一応よければ、ね、僕のツイッターもフォローお願いしますということで。俺のツイッターのフォロワーが確か60人とかだったんで、まあ、全然ツイートしてないってのもあるんですけど、やばいよね。何倍よ何倍、まあ、仮に100人だと仮定して、100万倍やばいな。100万倍って、フォロワーの数。もうなんかフォロワーの数でもさ、有名人だったら100万とかさ超えてたらすげえみたいな、うん、松本久志さんが 俺の知ってる中で一番900万人ぐらいだったかな、忘れたけど、すげえってなってたのに、それを軽く超えて1億1000万ぐらいって言ったの、1億1000万とか、もうほぼ日本の人口だよね。日本全員がイーロン・マスクフォローしてるってなるとやべえよな、マジで。でね、なんか何か面白かったって、なんか本人はめちゃくちゃ煽るんですけど、その公式マークが800円になって、なんか今まで無料だったんですけど、もうそれでね、まあ炎上しだしてるんですけど、もうそれで叩かれても逆に煽り返してみたいな、うん、なんかそう、800円の文句を言うが、それも公式ツイッターで言ってるみたいな画像とともにね、あの煽ったり、あとなんだろうな、もう他にもいろいろな煽りツイートみたいなのしてたんですけど、まあ、いざね、あの本人が、煽られると、なんか確か離婚のことをね、いじられたのかな。で、それそうすると、そのアカウント凍結したり、煽り体制がね、小学生のキッズ並みに低いってのがね、まあ、逆におもろかったですね。まあ、なんかあるあるなんですけどね、まあ、ネットで見る身分にはいいんですけど、まあ、友達とかにそういうやついたらちょっとだるいよね、本当に。いや、お前いじってきたじゃんみたいな。お前いじってきたのになんでいじったらこっちが怒られなきゃいけないんだよみたいになっちゃうよね。まあ、ちょっとネットなんでよかったですけど、本当になんかイーロン・マスク可愛い一面もあるんだなって思いましたね。ということで。まあ、俺には公式マークなんて無縁なんですけど、まあ、使ってる人からしたら多分ね、なんか今までいらない出費だったから、800円とか。なんか800円もかけて使う価値あるかって言われたら、わかんないけど、あるのかな。だからちょっとまあ、どうなんでしょうね。まあ、公式はマークついてる人ほどだったら、まあ、ある程度稼いでると思うんで、800円なんて痛くないと思うけど、まあ、割とね、なんか、ハードルはちょっと上がってるし、なんだこれさ、あれでしょ、YouTube が、なんだろう、一定の動画を見るのに、800円かかるって感じでしょ、月に。まあ、そんな感じだと思うんで、まあ、それはまあ炎上するよね、みたいに、今まで無料だったのに。いや、無料からね、やっぱ値上げは、無料から値上げはね、やばいんで、本当に。うん。ね、本当に良くないか。いや、俺からしたらちょっとあんま良くないんじゃねえのって、これは思いますかね。もともと有料だったんならわかるけど、うん、まあ、キネマスターのね、2000円から1万6000円の値上げも俺は許してないですけどね。いやー、もう本当にひどいよね、値上げが最近。なんか外国が今やばいらしいですね。インフレみたいな。価格の、今の給与時やってけねえよみたいな。いやーみたいな。ドイツとかね、ドイツとかヨーロッパとかが価格の3倍値上がりしてるらしくて、まあ、それが、ね、ロシアの石油かながなんかせき止められてるらしくて、まあ、それでね、ウクライナとの関係みたいな。でもそれで、もう本当に戦争行かなきゃいいなって本当に思いますね。そういう価格の値上がりからさ、戦争行ったら嫌だしね、本当に。逆にサウジアラビアは日本と仲良くしてくれてるらしくて、あんま値上がりしてないみたいなのを聞いて、やっぱ仲良くするべきなんだなと思いましたね、本当に。今戦争とか起こすとね、はい、ということで、もうなんかいきなり笑いが重くなりましたけど、今回のね、ラジオここまでということで、まあ、ねんちゅうさんありがとうございましたよ、ありがとうだーんということで、じゃあ続きにね、ねんちゅうさんがね、まあ、お題紹介してくれるので、まあ、ということで、お題のね、朝起きて、ちょっと、限界だねということで、まあ、俺がね、まあやりますけど、まあ朝起きてすることと、まあ言いにくいけど弱めてほしいこと、まあこれが今までのことですね。あとね、冬あるあるっていうのをね、まあ、新しく追加しようかなと思います。まあ今のところね、まあもう悲しいことにお題も来てないんで、あ、お題じゃないわ、お便り一件もうもらったの嬉しいですけど、一件しか来てないんで、まあ余計はね、本当にね、本当にね、ちょっと書き込むだけでいいんで、ちょっと書き込むだけでいいんで、まあ、お題をね、書いてくれたら、もう絶対返信するんで、本当にね、お便り、お待ちしてますので、
まあ、よければね、ここまで、気に入ってくださった方、今後もね、まあ、1週間に1本程度で、ね、まあ、投稿していくと思いますので、よければチャンネル登録、コメント、高評価してくれると嬉しいです。ということで、作業にお供にどうぞということで、ありがとうございました。アリーベデルチ。いや、限界だ。押すね。今だ。